口赤崎瀬尾赤口マシマシ TV、あれというわけで今回ついに来ました、うん、中華そびた富田監修わしわし食べる豚ラーメンです。ついにだね。ついにですね。いやリクエストがですね結構多かったんですよ。実は一回もやってなかったので、うん、ちょっと喫食ということで準備していきましょうね。こちらレンジでね、500ワットで7分半温める早っだけです、まあそうだね、着丼しております、うん、ですね、豚ラーメン、まあ、そのまま、特にトッピングとかは、うん、しておりません、ね。2月にですね、リニューアルあって、麺のわしわし感アップ。で、40円実はちょっとプラスになってるんですね。そうなんですね。510円税抜きだったんですけども、うん、そしてカロリーも706から822にアップしております。上がったな。100以上アップしておりますね。で、豚にあんまり変わりばれないように見えるんですが、特に変わったところはネギが入らなくなったということで、ああそうなの、よりねちょっと二郎系っぽい見た目になっていくんですが、私これ実は食べるのは別に初めてじゃないということで、うん、いつもやってる食べ方でいくとこのようにいきなり天地返しをするのがおすすめなんですね、うん、あの上のもやしをね、思いっきりスープに浸して、うん、後から食べるという、一発目麺から、そのね、まあ、わしわし麺がいいということなんで、わしわし感これがね、こうレンジを温めるだけでやっぱ食べられるというのは、まあ、ね、レンジで温めてほしいですけど、うん、今レンジを温めてたから、あレンジを、レンジでね温めてほしいです。爆発しちゃうんだよねお店とね、おめって言われてお店、え、東北の方ごめんなさい、おめお店激アツ野菜なんでね、そこもいいですよということですね。さらに豚柔らかい、はい、バラ肉なかなかの厚さなんですが、可能であればね今後もう1枚足していただいてもいいかな。誰にセブンに言ってるんですか。セブン&アイホールディングスさんに。いや、はい、コスト面でどうですかね。コスト面ですか。いやそうだね、名前がやっぱ豚ラーメンなんでね、豚をちょっともっと強調してもいいかもしれないと思いました。まあ、スープはねこれ激アツで、ちょっと魚介入ってんのかなと思ったけど成分表には書いてなかったんですね。スープは激アツはあんた次第だから。そうか、あ、まあ、温める時間によるから。違う、だからもう公式の通り作ってる、公式の通り作ってるから。そうで、まあね、液体油が発生するので、その油が温まってずっと熱いっていうのもある。あーなるほどね、膜を張ってるっていう、そういうことなんですよ。結構、まあ、赤星返し、これはねスープがちょっと冷める恐れあるんで入れてませんあんまりね。はい、何の解説いらませんよ。野菜によるスープの薄まりまんまないんで、そこまで足らないで、デフォルトでももちろん美味しいという一杯で、うん、まあ、ございました、うん、ね、会員完食でございます。美味しいよね。さあ、戦闘力ですけども、うん、戦闘力じゃない、マシマシレベルは67.98。まあその僕らもね、はい、見てる人も感じると思うんですけど、ネタ切れえネタ切れ、ネタ切れですよね。なんかここ最近のアフレコもなんかデジャブかなって思うなんかあれ、うん、あ繰り返しが多い、うん、そんな君たちになんとお知らせがあります。セブンイレブンついに行きましたよね、はい、ということは次なんだと思います。あ、まあ、ファミマとかローソンとかじゃないですか。正解です。おファミマのあの二郎系の中止麺もちょっと食べて、ここ実はあれ食べたことないんですよ。より繰り返されるいや、そこはそれぞれの比較をしてね、そうだね、いけるという点もあるんで、いけるが夢の、そう以上が、わしわし食べる豚ラーメンでございましたね、突然です。Thank you.